気満々勘違い嫁。嫁が中学の頃のバレーボール大会の時の話。クラス対抗の決勝戦で、嫁は応援してたんだけど、かなり盛り上がっていい試合だった。それで、仲良くしてた友達がバレーのサーブを打つ順番が回ってきた。嫁は余計張り切って、体育館中に響き渡る大声で、ヤマルマンミカ、ファイトーって叫んだ。ヤマルマンって、やる気満々の人のことだと思ってた。ああ、ごめん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 なさい。だそうだ。帰国子女嫁。家の嫁はスイーツ大好き、特に京都方面和菓子。俺は自分では食べないがよく買ってきてやる。なぜなら嫁は漢字がよく読めないから。かっこ、純日本人だが帰国子女なので、加納少女庵とか鶴屋義信とかお店の名前が読めないし、覚えられない。だから、欲しいのはこの間のあれって言ってくる。そんな嫁が好きなお店は種屋、理由は全部ひらがなだから。今の季節だとハスコ餅というのがあって漢字でハスコ餅なんだが、ハスコ餅は当然読めないから、家ではプニプニで通っている。で、普段はデブ症な嫁なんだが、今日デパートに行く機会があって、地下で売ってるよと言うと喜んで買いに行った。嫁の外見はいいところのお嬢さんか、若奥様風である。だからそれなりの教育を受けているようにどうしても見られる。で、店員さんに向かって、プニプニください。は、不審の顔。プニプニ一つください、指さして。あ、ハスコ餅一袋ですね。その場から離れてから、嫁が言うには、あの店員さん、漢字悪かったよね。いや、お前の漢字、かっこ、読み取り能力が悪い。もちろん、この皮肉も通じない。帰国子女だからしょうがないと思っているが、日本に住んで早5年以上、結婚して2年目、改善する気なし。家計簿をつける嫁。嫁が突然先月から目覚めて家計簿をつけ出した。そして昨日の月末締め。家に帰ると突然、ごめんよ、計算合わなかった。と涙目で訴えてきた。まあ、多少はいいんじゃない？と言うと、多少じゃなくて数万足りない。詳細を聞いてみたらこんな感じ。嫁に20万生活費を渡して残高4万。とりあえずね、20万預かったよね。で残高が4万でしょ。うん。だからね、20万足す4万でそこから使った額を引いて。え？なんで4万足すの？え？だって残高だから。かっこ、そりゃ計算合わんわ。うん。まあじゃあ続けて。でね、24万から使った額16万引くでしょ。そしたらね、残高8万あるはずなのに4万しかないの。そりゃ4万しかないわな。どうしよう。4万もどこで合流したんだろう。全部レシート残してあるのに。あうう。で、足りない分どうする？ニヤニヤ。仕方ないから私の旅行積み立て、かっこ、自分の小遣いから積み立ててる分、から出すよ。どうしよう。この調子で毎月うちの貯金が無駄に増えていったら、かわいそうなことすんな。毎月残高と同じ額の貯金が増えていくわけですね。節約すればするほど嫁の貯金が減る。意味わからん。その調子で逆のことやったら大変だぞ。早い目に算数を教えとくべきだ。携帯電話墓地嫁。携帯電話を使いこなせていない嫁。電池切れがデフォなため、電話を見かけるたび俺が充電している。不憫なやつ、いつもそう思う。また、充電したはずの状態なのに肝心な時には電波が入らないところにいたりする。イラッとする。嫁携帯の平均寿命はびっくりするほど短い。ちょっとした墓地ができるレベル。落として破壊、水没してパー、紛失して見つからず、放置して記憶なくす。大体そういうサイクル。頭の中に埋め込めるタイプの電話の開発を急いでほしい。ちょっとした墓地ができるレベル。50個や100個は壊しているってこと？嫁には携帯持たせるなよ。燃える嫁。表からメキメキメキって音がしたんで様子を見に出てみたら、帰宅した嫁が地震で大切に育ててたプランターやら鉢植えなんかを自分の車で引き潰していた。反響欄で、なんでなんでなんでーと叫びながらボンネットをベチベチ叩いてる嫁の姿にちょっと燃えというものを感じた。被害が植物でよかったな。動物だったら、ベチベチ叩いている場合じゃなかったぞ。なんで言って、下手だからだよな。車に怒るな。かわいそうじゃねえか。指の骨折っちゃった嫁。指の骨折っちゃった、と脳天気なメールが来た。仕事切り上げて慌てて帰宅してみれば、右手包帯ぐるぐるの嫁。利き腕じゃないか、どうしたんだよと聞いた俺に笑顔で。蚊がいたから、思い切り壁叩いたら折れちゃった。あ、ちゃんと蚊は潰したよ。壁もへこんでた。蚊を電撃で殺す網を買ってやれ。500円くらいだから、安く済むぞ。居酒屋と嫁。俺が行きつけの居酒屋に嫁を連れて行った。通算5回目くらいか。魚がうまい店なので、刺身と焼き魚と日本酒を注文。料理を待っていると、カウンターに座った客が、大将、アイスちょうだいと注文した。その言葉を聞いた嫁は、文字通り目がキラーンと輝く。そして小声で俺にこう言った。アイスあるらしいよ、食後に頼もうね。見るからにウキウキする嫁。
その時、嫁の背後では客が注文したアイスを受け取る。しばらく飲み食いし、そろそろ会計かなと席を立つと、嫁が大将に、声も高らかに注文した。大将、アイス二つ。注文を聞き終えた俺はトイレに行き用を足し、席に戻ると嫁の前には水割り用のアイスポットが二つ。中身はもちろんただの氷。そしてうなだれる嫁。大将もおかしいと思いながら氷を出したらしく、期待に応えられなかったお詫びにと焼酎をプレゼントしてくれた。嫁さんかわいす。そして大将は男前。いい人ばっかりで幸せだな。受粉させる嫁。家庭菜園に植えたズッキーニに、お花が一つだけ咲いた。やったー、花が咲いたよ、受粉させてくる。え？雌花はまだ咲いてないのに？と思って見てたら、おしべを摘んでクリクリしてた。おい、それじゃお丸兄だよ。おしべとめしべって両方一緒に生えてるんじゃないの？そういう花もあるけどさ。暑さ対策するよね。暑さ対策？としてシーブリーズ系を肌に塗ると涼しいとどこかで仕入れてきたよね。でも、全身塗るの大変だよね。目に入っても大変だし。首の後ろとか一部でいいんじゃないか。そしてなぜ顔に塗る必要があるんだ？ああそうだよね。全身塗ったら冷え冷えだよね。冷蔵庫に入ってるようなものかも。中途半端な情報は命取りだなと思った。定額給付金と嫁。定額給付金が振り込まれているはずなのに嫁がなかなか俺に渡そうとしない。俺の定額給付金は？ははは。ははじゃねえよ。猫のご飯代に使うって言ったじゃん。そんなの一言も聞いてないぞ。俺の定額給付金は嫁の化粧品代に化けたぞ。ヤンキー座りを知らない嫁。臨月の嫁に、カエル足で雑巾がけを勧めたら。カエル足って？と聞かれた。ヤンキー座りのことと言っても。ヤンキー？と理解してない様子。うんこ座りと言ったら。ああ？と納得してた。うちの嫁の時も助産婦さんがヤンキー座り推奨してたよ。股関節が柔らかいと安産するそうだ。でも仕事から帰ってお帰りなさいってヤンキー座りで言われるのはなんとなく悲しかったな。カーテン引くよね。俺実家に帰省した時随分日差しの強い日だった。お袋は嫁に、カーテン引いて、と頼んだ。嫁はカーテンを下に引っ張った。お袋は全、何してるの？え？カーテン引っ張ってます。最近セクハラが足りない嫁。最近忙しすぎて全くと言っていいほど嫁に構ってやれなかったんだが、先日、業を煮やした嫁から、最近セクハラが足りない、と怒られた。スキンシップがとっさに出てこなかったようだ。麦茶増えた。とにかく家を出たら右に行く嫁。方向音痴の嫁。どこに行くにも玄関を出て右に進む。左行かないと駅に行けないのになぜ？本人曰く、ぼーっとしてたら体が勝手に右向くそうだ。病気？ちなみに普通に歩いて、電柱にぶつかったことがあるって話をしてた。さすがにネタだろうって思ってた。こないだ一緒に歩いてたら何もないのに、普通に歩いてるのに、話もしていないのに本当に電柱にぶつかってた。やっぱり脳の器官がどっかおかしいのかと真剣に病院に連れて行こうかと思案中。ちなみに視力は両方 0.8 だそうな。漢字が読めない嫁。こないだ嫁実家に行く前に百貨店の地下街へ手土産を見に行った時のこと。和菓子コーナーで、どら焼き、もなかと布看板が出ていて、たまには和菓子もいいかなと思い俺が箱を手に取ると、嫁が耳元で、もうちょっと待ってからにしようよ。と真剣な、そして軽く悪だくみしたような表情。俺が、はてなって顔をしていると、ほら、見てよ。出来たて買って行った方がいいでしょ。なるほど、どら焼き最中か。小声だったのが唯一の救い。千と千尋と嫁。千と千尋を見終わった後。ほほほっほほーほっほほー。全部音外してる。スキップしながら。エンディングらしき歌。なんか、あーバカだなーってしみじみ思う。直談判嫁。昔、直談判を直談判と言っていたので直談判だよって教えてあげた。今日、直火焼きを直火焼きって呼んだので直火焼きだよと教えてあげた。じゃあこれはなんて読むの？って直談判って書いたら、直談判って吹き出しながら笑った。俺も吹き出して笑った。資格試験をするよね。昔、嫁が医療系のある資格試験のため勉強してて、俺が本見て問題読んで嫁が答える、というのを電車の中でやってた。女性の1立方ミリメートル中の赤血球数は450個。そんなシビアな貧血どうすんの？単位も正しく。ま、まる子。そんな大声で、電車の中で。ちょ、嫁、自分で気づいてないのか。まあでもあれだろ。後に気づいて顔真っ赤な嫁に燃えたんだろ。そりゃお前の誘導尋問が悪いだろ。一人ごと嫁。もともと一人ごとが多い嫁だなとは思っていた。まあ意味のある内容が大半だが、よくよく聞いてみると、意味のわからない擬音みたいなものも多い。歩きながら、のへん、とつぶやいてたり、スイッチやボタンを押す際に、トゥルル、と言ってみたり、どういう意味？と聞いてみたが、自分では気づいてなかったようだ。え？そんなこと言ってる？とびっくりしていた。
外ではつぶやいてないと思うという言葉を信じたい。丸腰の嫁。うちの嫁、めったに便秘しないんだが一度だけ強烈な便秘をした時、トイレからパンツ脱いだ状態で出てきて、ほら、ここ触って、とあそこを指さした。お前朝から、と思って指突っ込んだら、あそこ越しにんこの硬いのが伝わってきて思わず笑った。あそこに指突っ込まれたまま嫁も、すごいよね、んこだよんこ、と笑ってた。ほのぼの夫婦だ。どこがほのぼのなんだよ、これはひどい。生理宣言をする嫁。嫁は生理が始まる直前、かっこ、ちょっとイライラしてる時期、にそれを俺に知らせる手段として、さりげなく。あれが始まるよ、ほらまた君のそばで、かっこ、牧原の冬が始まるよの替え歌。と歌ってくれる。いや、口で言えばいいじゃん、と思うんだけどなぜか歌で伝える。そして、トイレで生理が始まったことを確認したら、トイレから出てきた瞬間、手拍子を加えながら、生理が開始生理が開始、はいはい、ははは、と高らかに宣言する。なんかよくわからんが、テンション高くて毎日が無駄に楽しいよ。騙されてるような気がせんでもないけど。なかなかいいじゃん。便秘気味の嫁は便意を催すと、霊のところへ行ってくるぜ。とハードボイルドな口調になりトイレへ向かう。一生懸命話に食らいついてくる嫁。雑誌を見ながら、そろそろトウキビの季節だなと一人ごちたら。トウキビ？なんか投資すんの？あ、トウキビ、ゴミの日？と、一生懸命尻尾振りながら話に食らいついてくる嫁が好きだ。寝言をする嫁。さっきの嫁の寝言。イケピカチュウ、ピーカー、10万ボルト、ピーカーチュウ、サイホーン、あー僕のサイホーン。ポケモンバトルの夢を見ているのだろう。だが、一人で何役こなしているのだろうか。変な時間に起こされてしまった。ウォーターメロンと嫁。スイカって英語でウォーターメロンって言うんだね。そうだな。じゃあ普通のメロンは英語でなんて言うの？何も知らない友人の嫁。俺の友人の話だが、今の奥さんと童貞かける処女で初体験、そして結婚へ至ったのがいるのだが、その友人が初体験の話が羨ましい。相手の女、かっこ、当時二十歳がやり方自体を知らなかったのだという。家族が留守の日に自分の家に連れ込んで、押し倒して、いい？と聞いたら、何を？と真顔で聞かれたらしい。抱きたい、抱いてるじゃん、欲しい、何を？というアホな押し問答がしばらく続いた末に、はっきり君とセックマルスしたいと言ったら、それって何？聞いたことある言葉だけどわからない、興味ない。って真顔で言われたんだと、子供の作り方って知ってる？と聞いたら、ええ？と言われ、動物が交尾するだろ、と言うと、まさか人間も？と聞かれたと、それからがさあ大変、隠し持っていた AV を見せながらの保健体育の授業兼調教が始まったとのこと、その日は相手にセックマルスを理解させて終わり、次に互いの生殖器を確認するとこまで行き、3回目でやっと繋がるとこまで行ったそうな。今思うと2回目の時に触ってみたら濡れていたって。その奥さん、かっこ、もうみそじ、も知ってるが、見るからにアホそうな天然系だったわ。可愛いけどなんか抜けているって感じ。旦那の性教育がしっかり行き届いている。セックマルスをする相手は一生で一人と決まっている。とし込んだらしいので浮気はありえないと思う。友人もその責任感で、浮気はしない、と言ってるし。その夫婦、結婚から10年近いが今でも新婚みたいに仲がいいよ。夫婦仲ボロボロのうちから見たら羨ましい話だ。なんかすごいな。高度成長期の青春小説みたいだ。あ、という嫁。うちの嫁は時々、料理の最中に、あ、と叫ぶと大概、何か失敗、かっこ、食材を調理器具から落とした、とか、した時だ。叫ばなければ、俺がどうした？大丈夫か？と近寄ることもないし。近寄って、食材が落ちていることを知ることもなかったわけだが、えへへ、と笑いながら、さも当然かのように食材を拾い調理器具に戻すと、この人参、生きてる、というこのバカ嫁が あと思いながらそうだねっていう俺はバカ夫だよな。今回はこれで終わります。ご視聴ありがとうございました。